こまで完成度が高くなったら絶対できるかどうかもね今回の舞台がまさしく僕が消えかかる前にファーッとこう消えかかれてなんでそんなことばっかり言うんですか肉も腐る前がうまいとかって腐っちゃうみたいじゃない浮気になってんですよ最近ちょっと今センター付近にお願いします。今回今新たなキャストも多いということだったんですが、今回のカンパニーはどういう雰囲気でしたか。あのみんな歌の上手い人が多いですね。歌の上手い人がなんかそうですかって僕は言っちゃいけないですけど、うんうん、なんかいけないね。あらアマちゃんは結構オペラの演出なんかもしたりするからそういう形でなんかそのアマちゃん自身の演出もなんか前と随分違うし、なんかやっぱりバラエティってそのいろんな人がいる感じがしてそうかもしれません。やっぱりソンドハイムの話皆さんちょっと僕たちついしてしまうんだけどきっと世界で最も歌うのに難しい作曲家なんだけど、それは全部、お芝居のセリフが音になったっていうのを作ってる人なんですよ。で入り込むとこれほど面白いものがないで入り込まないとこれほど難しいものがないっていうことで皆さん頑張ってて今回は丁寧にね一音から何から間から何から全部この意味が入ってるのかっていうことをもう徹底的にやったんでもうここまで完成度が高くなったら絶対できるかどうかもねやっぱり僕にとってはソンドハイム死んじゃったんでもう僕にとっては親友で僕がブロードウェイに連れてってくれたのはソンドハイムなんですよ。で彼が本当にあもうここはこうなんだなんだっての全部聞いててそれをなるべく丁寧に伝えたいっていうのは今回の僕の熱い思いで絶対天国から、ね、ソンドハイムさん喜んでくれてると思う舞台にしたいです。すごい何かが雇ってる舞台になってると思いますけど、はい、消えかくるろうそくっていうのはその瞬間ファーッとこう輝くというようなことを聞きます。今回の舞台がまさしく僕が消えかかる前にファーッとこう消えかかれてなんでそんなことばっかり言うんですかそういうような案外で弱気になってんですよ最近ちょっと弱気じゃないですよ。階段足が疲れるとか弱気じゃないですよ。ダメですよそんなの。消える前のファーッと消えるの前これが最後みたいじゃないですか。肉も腐る前がうまいとかって腐っちゃうみたいじゃないですか花も枯れまずまたしつこいもうねこんなこと言うんですよもうそれを見せたいと思ってますよ。枯れる前とか腐る前とかそんな感じですよ腐る前の肉が今流行ってますよ、うん、まあいいやでは最後に大竹さんお願いいたします。そうですね年を重ねるってかっこよくて素敵なことなんだっていうのを見せてやるぞなんていうのは冗談ですけども、はい、でもあまだ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 未来がいっぱいあってまだまだ可能性があることを信じて今までやってきたしあととにかくそれぐらいこの戯曲音楽は本当に素晴らしいものなのでアモンさんがおっしゃってたみたいに本当に体感してほしいなと思っております。